パッチルース・ミラーとはアメリカ合衆国の女優。ノートルダムのセム氏男のヒロイン、エスメラルダ役で知られる。ミズーリ州セントルイスに生まれる。出生名はルース名・ミラー。しかし、ハリウッドにルース・ミラーという女優がいたので混同されないよう芸名に変える。ハリウッドでダグラス・フェアバンクスのスタジオでスクリーンテストを受けるが見込みはない。諦めた方がいいと告げられる。 しかし、大ファンだったアラ・ナジモバとハリウッドホテルで会い、アラの主演作、椿姫の小さな役をもらう。次第に大きな役をもらうようになり、1922年にはワンパスベビースターズに選出される。そして、1923年、ロン・チェーニー主演のノートルダムのセムシ男で、ジプシーの踊り子、エスメラルダを演じ、その演技が絶賛される。その後は主に、 ロマンティックコメディ映画で、エドワード・エヴァレット・ホートンらと共演。1931年に引退する。私生活では3度結婚。最初の夫は、映画監督のテイガーネット。2番目は、脚本家のジョンリー・メイヒン。3番目は、実業家のエフィンガム・スミス・ディーンズで、1951年に結婚し、1986年に、夫が亡くなるまで結婚は続いた。 三回目の結婚をした1951年、ケベックで女優復帰。仮名を出演で出演を決めた理由は冗談だったと自助伝で述べている。1978年にもマザーに出演している。また、1936年と1948年に舞台にも出演している。女優以外では小説ザットフラネガンガールを執筆。また自助伝。 マイ・ハリウッド、ウェンボース・オブ・アス・スワー・ヤングは、ザ・ニューヨーカーがで、リチャード・ベロディが、このジャンルの隠れた傑作と高く評価。2012年には再販もされている。1995年7月16日、カリフォルニア州、パーム・デザートの自宅で死去。91歳だった。荒野の血統の脚本家、鬼警部・アイアンサイド、大草原の 小さな家のプロデューサーであるウィンストン・ミラーは、実の弟、ありがとうございます。